どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に。ということで、自宅からお送りしたいと思います。今回はですね、まあ、ある意味特別編みたいな、急遽、回したという感じなんですけれども、まあ、最近というか、まあ、結構前に、今2024年、2023年が終わるぐらいの時に、登録者数が1000人いったんですよ。ようやく。長かった。こんなやついんの？長くずっとやって、ようやく1000いったみたいな。ようやくいったんですよ。今もこう伸び続けていて。今1060人ちょいぐらいかな？うん。なんですけれども、そっから、まあ、要はその収益化ですね。最低ラインが登録者数1000人以上で、あと総視聴時間っていうのが4000時間だったかな？その時間のとこに関しては、もう結構前からクリアはしてたんですけれども、やっぱ登録者数がクリアしてなかったんで、そういうことが全くできなかったんですね。今までの動画は別に何の収益にもなってないんですけれども、まあ、両方達成したということで、YouTube 側からメールが来たんですよ。そしたら、できますよ、と。収益、クリアしてるんで、みたいな。おー、やっと来たか、と。それで、まあ、こういろいろ送信しなきゃいけないことをこうね、僕の細かい情報を、教えて、まあ、それから審査みたいなのがあって、ちゃんと、あなた大丈夫な人みたいな。ま、簡単に言えばね。それで送って、まあ、多分審査見てもらったんでしょうね。どこを見てもらったかわかんないですよ。したら、ま、審査通りましたっていうのをまた後日来て。それで、ま、本格的に、収益化になりますよってなったのが、1月の30だったかな ?31 だったか、まあ、そんぐらいだったんですよ。そっから初めて、もう見られたやつに関しては、こう、収益化するみたいな感じになって。まあそれをお伝えしたくてね。まあこんな感じですよっていうの。まあ僕も初めてだったんでね。あ、こんな感じか、みたいな。周りに別にいないから、そういう人がね。だから今日は2月の4日、5日か。5日なんで、まだ始まって1週間も経ったか経たないかぐらいなんですけれども、来るんですよ。メールで。まあ、ハイライトみたいな感じでも来るし、で僕も自分のチャンネルをこう細かく見ると、データみたいなの見ると、この動画が今だいたいこんぐらい稼いでますよっていうのが、細かく出るんですよね、全部。そう。僕、動画をね、過去に今までめちゃくちゃ出してるんで、1600ぐらい出してるんで、まあ、やるにあたって、まあ、全部、まとめて収益化しますかみたいな。だから、あ、今までのやつも全部みたいな。で、オン、オフみたいなのがあるんですけど、まあ、収益化オンにしてるわけですよ。で、じゃあ全部、収益化になるかって言ったら、今までの、例えばワンピースの話で5万5000、6000ぐらいの再生数、多分僕一番撮ってるやつあるんですけど、それは、あくまでも過去なんで、収益化が始まる前のやつなんで、一切なりません。はい。またこれから見られたら、なるのかもしれないんですけど、要はその、収益化 OK ですよってなった1月30か31日からの視聴回数に、比例しての広告費だったり、らしいんですね。はい。まだ実際に僕の手元にお金が入ってきたわけじゃないんで、あくまでもデータとしてこんぐらい稼いでますよっていうのが提示されてる状態です、今はね。で、さらに言うと、著作権。はい。最近出したバンプオブチキンのスノースマイルの、動画は、一切なりません。はい。それは著作権が引っかかってるからです。はい。だから、収益化はオフになってるんですよ。だから過去の、カバー系の動画に関しては、全部じゃないけど、ほとんど、多分なってないと思います。いちいち見てないけど。まあ、近々で言うと、ディーンの君さえいればに関しては、なぜか引っかかってないので、それはオンになってます。はい。それはお伝えしますね。はい。これからなるかもしれません。いきなり。カバーに関してはね。はい。という感じで、で、そのデータもちょこっとお見せしようかなと思いますんで、まあ、こんな感じですよっていうのが伝わればなと思っております。はい。これは僕のチャンネルですね。はい。ここのですね、このアナリティクスっていうところがあるんで、ここをちょっと見ます。ここで確か見れるはずなんですよ。はい。これ出るんですね。過去28日間のチャンネル視聴数は18000何本ですね。で、ここの、ここですね。推定収益っていうところが出てる。あ、また増えましたね。1770。だからこれ毎日更新されてるんですよ。1日ごとに、まあ、見られたものが多かった場合、こうなるんですね。まあ、あくまでも推定収益なんで、あ、変化する可能性ありますね。出ますね。はい。もしかしたらもうもらえないかもしれないし、その辺はわかりませんが。で、さらに、じゃあどの動画が稼いでんのっていうのがありますけれども、ここに出てます。はい。旅話、本物に出会ってしまった時の話が1位です結構前ですよ、これ。2022年。はい。にアップしてるんですけど、やっぱこれが今のところ一番最近では見られてるみたいですね。サソリ座の
これ占いですね。はい、風景っていうのは。みんなの歌、好きな曲トップ10とかも、なってますね。アルジャーノ、もうこれも古いですよ。で、最近上げたやつだと、カニ座、天秤座、ちょっと占いのやつもね、やってるんで。こんな感じで、詳細ってなると、どうなりますか。これは、収入源っていうとこ見るかな。違いますね。どこだったっけな。なんかもっと細かく見れたんですよ。スマホで見た時にちょっと見れたんですけども、コンテンツ、パソコンだとどこだ。ちょっとね、まだしっかり、あ、これですね。ここの推定収益っていうのが出てるんで、いくら、いくらっていうのが出てます。まあ、ね、そんなにめちゃくちゃ見られてるわけじゃないんで、あれですけども、これ下まで行くとどんどん、ほら、カウントダウン TV のやつ21円稼いでますよ。今のところ。こういうのが出るんですよ。だからちょっとでも見られたら少し、まあお金になると。もう、細かい6円とかなってますね。はい。だいぶ前に話した世紀末の歌、あっちゃんと話したやつも6円になってますよ。これがバーって出るわけですよ。だから、昔、かなり前に話したやつでもまた見られたら、こういう風になるようになったと。だから、まあ、動画ね、たくさん上げてるんで、見られれば見られるほど、まあ、少額でも、はい。僕の、まあ、手元に来るのかな。来た時はまた言いますね。はい。ってなるみたいです。はい。僕もね、最近知りましたんで、これを皆様と、これを見てる皆様と共有できたらな、という感じで発信しておりますが、まあだから、まあ塵も積もれば山となるではないですけれども、これからも動画はどんどん発信して、YouTube で、まあそれなりのね、潤いとまではいかない小遣い稼ぎですかね。はい。なれば、なんかやってることも、また別な意味を持ってくれるね。お金が全てじゃないですけどね。はい。まあ細かい話を言うと、なんつうんだろうな。妻からも冷たい目で見られなくなるというか。はい。だから、知り合いの反応も、なんつうんだろう。今までは趣味としてやっていて、あ、好きなんだね、みたいな風に見られてたけど、そのお金が稼げるってなるとまた、おう、頑張ってんだな、みたいな感じで多分見られたりするのかな、なんてちょっと想像したりしますが。はい。こんな感じでやっていこうかな、と思います。まあ、それで動画を公開するにあたって、まあ、僕は大体毎日公開するようにしてますけども、今までその項目がいろいろあったんですけど、それが増えました。まあ、それはもちろん収益のことで。これ収益化しますみたいな。わざわざ聞いてくるんですよ。最初からすれよっていう。するに決まってんじゃんみたいな感じなんですけど、まあそれやって。で、さらに、暴力的なシーンだったりとか、不適切な発言してないかっていうのを、自分で評価するっていう項目も増えて、まあちょっとめんどくさくなったんですけど、それもいちいち毎回やって、その評価を送信して、そういう手間がちょっと増えましたね。で、さらに言うと、群青豊かチャンネル、最近は全然上げられてません。彼が全くなんかやる気起きないみたいで。閉ざしてるんですけども、過去に僕、群青豊かチャンネルの編集もちょこっとやって、もともと僕のチャンネルで出した映像を切り取って、それを、群青豊かの方に上げたやつもあるんですよね。したらそれが送られてきました。あなたの動画使われてますと。はい、収益化になるとそれが出てくるんですね。どうしますみたいな。削除しますかみたいな。来て。いや、上げたの俺だし、みたいな。そのままにしてますけど。だから、やっぱりね、その広告費が発生すると、その動画そのものに、まあ、価値というかね、そういうのが付けられてしまったので、勝手に使われるとそういうことが起こると。あ、なるほどな。そういうのも知れました。まあだから、これからね、まあそんなに、ひどい、なんだろうな、まあ暴力的なやつはもちろんあげないですけど、不適切な、まあ、発言だったりとか、その辺は、一応、今までも気をつけてたんですけど、なんとなく意識して、やるようにはしない。まあ、そうそうね。まあ、僕、ちょっとね、腹黒いところあるんで、暴言じゃないですけど、若干人格を否定するような発言、たまにやっぱしちゃうんで、そこは。まあ、でもするかもしれないです。試してえな、みたいな。あ、これは言っちゃダメなんだ、みたいな。その自分なりの、その、境界線っていうかさ、そこを知りたいっていう上でもしかしたら言っちゃうかもしれないですけど、まあ、気をつけようとは思っております。はい。まあ、これからも、そんなに収益が発生したからっていう、そっちに意識は向かないですかね。全く気にしないかって言ったら嘘になるんですけど、今まで通りの、僕がこうやりたいなと思ってることがずっと、やっぱりあるんで、まだ放出しきれてないので、それをこなしていくっていう感じで、まあ、皆様に見ていただけたら、それはそれで嬉しいなと思います。そんな感じでやっていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。はい。あと、伝え忘れてないかな。ああ、あれですね。長っなくても稼げてますね。うん。その広告みたいな入りづらいんだろうけど、その昔聞いてたのは10分以上はないとみたいな感じになってたけど、そんなことはなくて、もちろんそっちの方がいいんだけど、8分以上だったかな。8分どうたらって書いてたんだよ。でも
全然短いやつでもなってたから、そんなことはないんだなっていうのが分かったんで、時間とかもあまり気にしないです。まあ長い方が稼げる、まあ見られた場合ね、稼げるとこには繋がるのかもしれないんですけど、まあそれよりも自分がこれを長く出したいか短く出したいかっていうことに尽きるんで、はい。その辺は別に収益化になったから全部長くしようっていう気はないですね。というわけで、虹色映像終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。さよなら。